楽天の三木谷社長がオリンピックは自殺行為だと発言して、ホリエモンがそれに対して野球やってるじゃないかといった件について、まあ、これはな、外国から来るってのはやっぱり違うんじゃねえの？ 違うんじゃね？それは。外国から来るっていうのはやっぱり違うんじゃないかな。日本での野球っていうのはある程度、ちゃんと対策してるんだろうから、外国人来てっていうのは多少ね、なんて言うんでしょう。対策の加減っていうのを各国次第だし。ていうか、やっぱオーストラリアとかニュージーランドとかさ、コロナ対策できてるところって参加しないんじゃないの？オリンピック、やっぱりもう。もうできないんじゃない？オリンピックは。普通に考えたら。台湾とかも来ないでしょ。完全にマックスでやるのは無理だからさ。じゃあそれってやって意味あんの？みたいな話だよね。